今回ご紹介するのはセイコーのダイバーズウォッチ。ダイバー 150M6105-8110 です。セイコーダイバーのセカンドモデル、伝説の冒険家上村直美氏が北極圏12000km の犬ぞりのためにこのモデルを使用したことから上村ダイバーと呼ばれている人気コレクションです。氷点下の世界でも確かな時を刻むことが実証され、数々の過酷な環境下でも対応できる数少ないタフなダイバーズウォッチといえます。復刻デザインが発売され、中古市場でも年々高騰しているモデルです。文字盤はマットブラックから、幅広なバーインデックスとバーハンドの組み合わせ、3時1にゲート表示、赤いドットセコンドが良いアクセントとなる視認性に優れた風防デザインです。SS ケースは迫力のある流線形タグネスコルク、ロック式流図に裏蓋は防水性、気密性に優れたスクリューバッグです。バンドは社外製フェルトを装着しています。スポーツウォッチでありながら様々なシーンに幅広く対応できる操作性に優れた人気のダイバーズウォッチです。ダイヤル、文字盤、特に目につく大きなダメージはありません。文字、メモリのかすれ消えもありません。針、インデックス、夜光は経年変化しています。ケース、裏蓋、軽いすれ、小傷、軽いあたりが認められます。裏蓋の刻印は鮮明です。へこみなどもありません。風防、しれ、小傷が認められます。装着しての日常視認性は十分に保たれています。ベルト、社外製です。使用感がありますがすぐに装着可能です。操作方法、ベゼルは両方向に回転します。クリック感があります。ケースの4時1にあるつまみが流時です。手巻き機能はありません。そのままのポジションからつま先で引き出すとロック解除状態となります。自動巻きの時計ですが、針が止まっている場合などは時計本体を小中で十分に振り、針が動いていることを確認してご使用ください。リューズを解除後1段引いて回すとデートがチェンジ、2段引いて回すと時刻調整ができます。各秒針停止機能付きです。リューズを押し込み心持ち右に回すとロックします。ねじ込み式ではありません。付属品、本体のみです。位置差は24時間の実測で30秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅は 19mm、 ケース径は約 44mm、 リューズ含まず縦ラグからラグまで約 47mm、 厚さ約 13mm です。
計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託アンティーウォッチマンがお送りしました。